東京都の小池知事は就任後初の都議会で所信表明を行い、冒頭で早速豊洲市場の建物の下に盛り土がなかった問題について言及しました。豊洲市場の移転に関する一連の流れにおいては、都政は都民の信頼を失ったと言わざるを得ません。誰がいつどこで何を決めたのか、何を隠したのか、原因を探求する義務が私たちにはあります。都議会の皆様と知事、職員が慣れ合いや根回しでことを丸く収めるのではなく、都民の皆様の前でその決定過程をつまびやかにご覧いただく。就任当初は都議会との対決姿勢を鮮明にしていた小池知事ですが、今回の都議会はその後に明らかになった豊洲市場の盛り土問題が最大の注目です。各会派も代表質問などを通じて東京都に経緯の説明などを求めることにしていて、本格的な審議が行われます。